はい、それでは、引き続きですね、少年野球の、いいピッチャーの育て方、絶対的なコントロールを身につけるためにということで、前回ホワイトボードで使って、説明したやり方を、具体的に、説明をやっていきたいと思います。で、前回その投球フォームの習得ということでお伝えしたときに、こういうふうに T 字の線を使ってやった覚えがあると思うんですけど、まあこの時もですね、この線をですね、しっかりと利用してから、やっていくように、練習をします。でまず、投球フォームの習得でもお伝えしたと思うんですけど、まあ、向こうが、投げる、方向だとしてですね、まあ、僕右なんで、かかとをまず中心に置いてですね、中心に置きます。そして、前足は、一歩2歩、3歩、4歩、半ですね。ちょっと目印をきますね。プレートから見ると、あそこが4歩半の距離に、なってきます。で、右足は、かかとを中心、線の中心に置いて、で前足は、線をまたいた状態で、斜めに、入れた状態ですね、こういう形で、置きます。まあ、大体4歩半から5歩という形でフォア側を設定するんですけど、大体もう4歩半が、一番やりやすい形かなと、思います。で、なぜ、普通に投げるのではなくて、まあ、こういったその足を、開いた状態で、投げようとするのかっていうとですね、まず、この真ん中の線を挟むということがですね、投げた時の、内側の股の絞りに、つながってきます。でちょっと画面切り替えますので、一旦ちょっと映像を止めます。